しみきスルーをして小島正人、右から奥井のサポート、小島運ぶ、小島奥井へチャンス、奥井追加点、大宮27分、見事なカウンターから今季初ゴール奥井亮、まあ、全ての選手が前向きですよね。まあ、高いところでボールを引っ掛けてから最初のパスの質スルーして、そしてサイドを作りながら2対1を作って、小島が溜めて溜めてラストパス左足上手に流し込みましたね。前で収まりができるいい方が取り方をするとウイングバックは高いポジション取れますし、はい、で最後シュートまでボックスの中でシュートまで打てるわけですから、まあ、素晴らしい攻撃だったと思いますね。大宮の方は、まあ、千葉の選手に当たってますけど、まあ、いいコースに飛びましたね。まあ、ポイントなのはそこまでやっぱりサイドの選手が関わっているところですね。前向きで